まあ、実際親子面談をね、はい、まあ、受けてらっしゃる方はたくさんいらっしゃるんです、はい、で、まあ、それでセミナーは、まあ、とりあえず、はい、受けないでおこうかと、はい、いろんな事情ですね、はい、という方もが、まあ、たくさんいらっしゃるんですけど、はい、そういった方々に何かですね、はい、お伝えしたいことがあればお願いしたいんですが、はい、そうですね、まあ、正直僕も迷った口なんで、はい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 、いろいろ思うことはあると思うんです。で、そうですね、とりあえずちょっとでもやっぱりその本に書いてある内容、個人面談でやった内容をやっぱお子さんに向けてちょっとやってもらいたいなとは思います、はい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 、そうですね、うん、まあやらないままそれはないだろうっていうのは違うと思うんで、うん、やってみてそれで効果がないなら、効果がないって自分が判断するなら、うん、まあ、それは正しいんじゃないかと僕は逆に思うんで、それででもちょっとでも効果が出て、うん、やる気が湧いたなら、うん、それはそれでやっぱ素晴らしいことだと思うので、うん、でそこからまあどうするかは、うん、まあ、お値段の方も決して安くはないと思うので、うん、あれだと思うんですけど、うん、逆に言えば僕たちやるときに言ったスローガンは元々どうだったん で、うん、そうですね、やりようでどうとでも元は取れます、うん、もう僕は間違いなく元取りました、うん、なんで、はい、やっぱり気持ち次第やと思うんで、でやっぱりもう本当に僕元取ったんで言うんですけど、やってよかったんで、うん、できればやってほしいですね、はいはい、もしもってことはないとは思うんですけど、はい、仮にまあ親子面談を受けて、はい、あ、なるほどなるほどと、はい、そこそこ結果出そうだなと、はい、まあ、でもとりあえず自分たちだけで頑張ってみようっていう、もしも自分もいたと ありえたと思うんですよ、はい、そのパパもね、はい、じゃあそのやってな、自分なりに、はい、まあ、もちろんそれでも頑張れば、はい、結果は ある程度ね、変化があることは分かったんで、はい、やり続けて、まあ、今年3月になって いただろう自分をイメージした時ですね、はい、どのくらい違いがあったと思いますか、ぶっちゃけ。やったとやらない、受けたとね、セミナーを受けて頑張った自分と、はい、セミナー受けないで、でも、まあ、個人親子面談で感じたこと、思ったこと、気づいたこと、学んだことを、はい、まあ、駆使して、はい、自分なりに頑張ったことですね、はいはい、どのぐらいこう違いがあったと思いますかね。そうですね、僕の子供は発達検査表でいくと、うん、セミナー4ヶ月のあれが終わった段階で1年半伸びたんですけど、うん、多分やらなかったら8ヶ月ぐらいの伸びだったかなとか、ね、まあイメージですけどね、うんうん、だったとは思いますし、うん、まあ、まだ多分気持ちの面が全然違うんで、なんていうんですかね、伸びを捉えられなかった可能性もあるんですよね。なんか子どもの成長を見てやれないっていうか、多分ダメな部分ばっかり見てたりとか、そういったとこもあると思うんで、そういった面で多分今は割と自分は晴れ晴れしい気持ちで、すごい未来の希望に満ち溢れてるんですけど、多分やってなかったらいくら伸びたとしても、多分こういう気持ちには僕は慣れてなかったと、うん、あ、それはすごい重要ですね、思います、うん、なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい。